まず、うん、まあ、そなたの山岳賞っていうこともあって、まあ、大体その内容的には内容的になんかこういろいろ移り変わっていくわけではないのね。一応もう123の3番目だけ、うん、その3曲で一つのまとまりってなってるっていうのが、その山岳賞だけでなんかいろいろ小技が入ってるわけでもなくて、テーマとしては統一されていると思うんだけど、そのまずこの曲のイメージというか、それをアスカちゃんの中で、ね、ちょっとね、切り替える。で、これ月光っていうすごい一楽章があって、うん、歌わせるような二楽章が静かなのがあって、うん、で、三楽章のこれだよね、うん、で、これっていうのはすごいなんていうかな、こう力強さというか、うんうん、そういうその迫力、勇気というか、なんかそういうなんかこうエネルギーみたいなのが山岳賞として必要かなっていう感じがするね。そう思うと、まあ、取り出してね、これだけを弾くっていうから、うん、まあ、ちょっとこう全山岳賞全部通して弾くっていうのとは違うかもしれないけれども、ただこの曲の目的としてはその例えばそういうエネルギーみたいなのが備わってないと、この曲の作りとしてちょっとやっぱり物足りないかなっていう感じがちょっとするのね。だけどだからここに最初ピアノって書いてあるんだけども、うんうん、そのピアノっていうイメージをその小さな音にするっていうのを取っ払って、うん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 、ピアノなんだけれどもそこにはその音の存在感が必ずないといけないわけね。しかも使ってある音ってほとんど一緒で、うん、アルペジオでただ展開していくだけじゃん、うんうんうん、そうするとその一個一個 その意味合いっていうのがもっとでこう備わってくるよね。例えばということはそこにあるのはハーモニーっていうのがあるわけよね、うん、で最初の和音のハーモニーはちょっと弾いて、この間もやったけど、で左手がこうね、うん、その力強さっていうのが必要かなと思うね、うんうん、でなのでじゃあどうしたらいいかなっていう感じ、うん、とすると今ね弾いてるのを見てると、うん、ちょっとねエネルギーがねこう下に下がって、うん、ピアノもそこまで行ってない気がするんでね、うんうん、ということは少しねなんていうかな、この腕からのね重さをね、うん、こう斜めに向こうにピアノに入れ込む、これがだったらちゃんとピアノになる気がI'm not afraid to die.
ダラララダラララダラララじゃなくてチャララ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 ってこれに向かって上がっていく。Thank you.
チラシラ踏みなし踏みなせですね。これThank you.
そのエネルギーがそこで衰退してきちゃうんだけど。変わっちゃうね。だから例えばじゃあこの雰囲気、まあ私が今言った件かもしれないけど、この雰囲気は目的としてるわけだけど、そっていう、これがこれだと違うわけよね、うん、っていうところのを一緒にしてゆっくり練習をするということね、うん、じゃあちょっとじゃあこれ和音確かめてみて、でれれれここからダダダダダThank you.
リズムを刻んでください。はい、もう一回ここから左だけどうぞ。左だけ。
点が白のちょっと違うね。おか違う、間違えた。感じが分からん。伝わる。伝わるね。そら、ほら、白の白になっちゃう。私は白はこうよって言うけど。なんか違う感じがちょっとするんだけど。特に、うん、この和音って多分取りにくいと思うんですよね。うん。だけがその構える時間は取っていけ。うん。Thank you.
わせようと思うと難しい。あ、ね、流れを考えたらね流れていくけど、うん、合わせようと思うと、あ、ちょっと拍を考えて弾いたら、うんうん、
あの基礎練習やればやればできるけん、うん、それは、うん、でそれじゃあ一回じゃあ合わせて次いってみましょう。はい、thank you。
い、じゃあここから次行きましょう。はい、ピアニストによって
ってえらい多分違うと思うので、ね、そうだよね。それはね、うん、ちょっといろいろ聞いてみて、うん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 、YouTube にいっぱいあるので、うん、多分ね、これぐらいだと思う。